ジョン・デラン・ラッキーは、アメリカ合衆国テキサス州、アビリーン出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウ愛称はラック。1999年の MLB ドラフト2巡目で、アナハイム・エンゼルスから指名を受け、テキサス大学アーリントン校から、プロ入り。プロ4年目となる2002年6月24日の、テキサス・レンジャーズ戦で、メジャーデビューを果たし、その年のポストシーズンチームが、 ワールドチャンピオンに輝いた時、第7戦に先発登板していた。その試合で勝ち投手となり、球団史上初の世界一を決めた。第7戦で、新人投手が勝ち投手となったのは1909年の、ワールドシリーズのベイブ・アダムズ以来である。マイク・ソーシア監督は、AS のジャロット・ウォッシュ・バーンが、スプリングトレーニング期間中に左肩を負傷したため、 ラッキーを2003年の開幕投手に指名。同年、先発ローテーションに定着し、10勝16敗と負け越したが、翌2004年には14勝13敗を記録した。2005年7月12日のオールスター開催前までの成績が6勝4敗、防御率4.22だったが、それ以後は8勝1敗、防御率2.57を記録。この成功の要因は、 投球の幅を広げるために再び投げ始めたサークルチェンジだった。この当時をラッキー本人は若い頃はほとんど投げていなかったからあまり自信がなかった。でももっと質の高い投球をするためには何が必要かと考えた時にチェンジアップという答えが出たんだと語っている。シーズントータルではリーグ3位の199奪三振を記録し奪三振率は ヨハン・サンタナに次ぐ、リーグ2位の8.57を記録し、防御率3.44は、チームメイトで同年祭、ヤング賞投手、バートロ・コローンより良かったが、打線の援護に恵まれず14勝に終わった。2006年の開幕戦が行われた4月3日に、球団と3年総額1701万ドルで契約延長し、13勝11敗、リーグ5位の防御率3.56。 リーグ3位の190奪三振を記録した。7月には5勝1敗、防御率2.08の成績で自身初の月間、最優秀投手に選出され、7月7日のオークランドアスレチックス戦では、マーク・コッツェイに二塁打を一本打たれただけの循環全試合を達成した。シーズンオフに実施された日米野球では、アメリカ代表チームの一員として来日。第一戦と、 第5戦で先発投手に抜擢された。2007年はリーグ2位タイの19勝、防御率3.01で最優秀防御率のタイトルを獲得し、リーグ最多タイの2完封を記録した。4月2日のレンジャーズ戦で4年ぶり2回目の開幕投手となり、5回を無失点に抑え、勝ち投手となった。5月11日から6月1日にかけて5戦5勝を記録し、 6月13日にリーグ最速で10勝に到達。初のオールスターに選出された。サイアング賞の投票では CC サバシア、ジョシュベケットに次ぐ36ポイントを集めたが、大差での3位だったため評価が不当に低いのではという声もあった。右肘痛のため2008年は開幕を故障者リストで迎え、シーズン初登板は5月14日。 5月の当板した4試合は7回以上を投げ、3失点以内に抑え、復活を印象付けた。6月も好調を持続。当板した前後試合で7回以上を投げ、2失点以内に抑え、2度目の月間最優秀投手に選出された。6月29日のボストンレッドソックス戦では9回、1試まで無安打に抑えていたが、 ダスティン・ペドロヤにヒットを打たれ、ケビン・ユーキリスに2点本塁打を浴びたが、6対2で、関東勝利。12勝5敗、防御率3.75の成績でシーズンを終え、球団は900万ドルのオプションを行使し、2009年も、エンゼルスでプレーすることが決まった。昨年に続き、2009年も開幕を故障者リストで、迎え、シーズン初登板は5月16日のレンジャーズ戦。 その復帰戦では、初回戦闘打者のヤン・キンズラーに支球を与え、2球で危険級退場となった。8月30日のアスレチックス戦で、球団史上5人目となる通算100勝を達成。シーズン終了後、FA となった。2009年12月16日にレッドソックスと5年、総額8250万ドルの契約に合意。それまでずっとつけていた背番号41は、 ビクター・マルティネスがつけているため40を選択した。マルティネスがデトロイト・タイガースへ移籍した2011年からは背番号を41に戻した。2011年オフにトミー・ジョン手術を受け、2012年はマイナーを含めて1試合も登板できなかった。2013年開幕後試合目で復帰したものの、その後1試合を AQ ポートランドシードックスで調整し、 4月28日に、ようやく本格復帰となった。ワールドシリーズでは、最終第6戦で先発し、6回無失点で、勝利投手になった。2014年7月31日、レッドソックスのプレイオフ進出の可能性が低くなった。ため、アレン・クレイグ、ジョー・ケリーとのトレードで、コーリー・リトレルと共にセントルイス・カージナルスへ移籍した。2015年、 自身5年ぶり6度目となる200投球回を記録した。また、自身初めて防御率に点台を記録したが、これは、指名打者制のアメリカンリーグのチームの所属が長かったことも影響している。11月2日に FA となった。2015年12月8日にシカゴカブスと2年3200万ドルの契約を結んだ。2016年は29試合に先発。 11勝8敗、防御率3.35を記録し、通算2戦脱三振を達成した。ディビジョンシリーズとリーグチャンピオンシップシリーズでは、それぞれ1試合に先発したが、いずれも5回持たず降板。ワールドシリーズでは、第4戦に先発したが、5回3失点で、敗戦投手となった。2017年は31試合に登板し12勝。を。 上げたがリーグ最多の36飛本塁打を許し防御率4.59と成績自体は前年よりも落ちる結果となった。11月2日に FA となった。最速96.0マイルパワー、平均91.5マイルパワーの速球と、決め球である平均83.8マイルパーワーの縦スライダーを中心に使用し、 その他に平均79.3マイルパーアワーのカーブ、平均83.9マイルパーアワーのチェンジアップを使用する。2011年以前は平均91.4マイルパーアワーのカッターも投じていたが、2011年のトミー・ジョン手術後は使用していない。ありがとうございます。